はい、オカポンチャンネルです。今回はラブミュージックにルセラフィムが出演したということで、それについて話していければなと思いますけど、すごいですね。さっきは行列に出て、今回はラブミュージックに出て、そして明日は NHK に出るという、日テレ、フジテレビ、NHK っていう、もうすごい、これもうプロモーションすごいし、もう日本人気がすごいってことでしょうね、これね。いやーすごいなー。いやーしかしですね、このラブミュージックさん、あの森高さんもそうなんですけども、ゆっくりとルセラフィムを落ち着いて引き出していただいてありがとうございました。今回はね、さっきの行列とはまた違い、なんかこう海外からすごいアーティストが来てるんだなっていう雰囲気がありましたよね。はーい。っていうのと、これで思ったのが、まあ当たり前なんですけども、ルセラフィムのみんな、メンバーはやっぱ音楽が好きなんだなって、まあアーティストだから当たり前なんですけども、そして驚いたのは、こう日本の曲から、世界の洋楽まで幅広いジャンルを聴いて勉強してるというか、まあ好きなんだなっていうのを思って、やっぱさすがだなと思いました。ラブミュージックですね。はい。あとですね、ユンジンが、まあ、リサに憧れてるということで、あと、カズハも昔ブラックピンクのファンだったということで、あ、意外とこう、みんな YG 系が好きなんだなと、YG の事務所の感じが好き、ブラックピンク系が好きなんだなって思ったので、ぜひブラックピンクの曲好きならばカバーしてもらいたいなと、今年、と思いました。はい。そしてですね、チェヨン、日本語曲次もまたカバーしたいと言ってるので、次何カバーするのかなと、楽しみですね。あとですね、やっぱカズがさっきのちょっと行列ではちょっとね、あまり目立たなかったですが、やっぱこの落ち着いた雰囲気を出させたら、やっぱカズがのこのオーラというか気品、なんか王族の感じしますよね、カズがのね。はぁ、ピアノやってバレエやって、やっぱ王なんでしょうね、カズが。と思いましたし、あと、カズハがね、トッケビを見てるということで、まあ、ね、主人公のキム・ゴウンさんにちょっと似てますもんね、カズハね。だからね、トッケビね、自分ね、何回もチャレンジしてもね、寝ちゃうんですよ。トッケビ、韓国好きなのに、トッケビだけなんか見切れないんですよ。途中で寝ちゃうんですけど、まあ、カズハが好きっていうなら、ちょっとトッケビという対策にね、チャレンジしてみたいなと思います。トッケビ、また頑張って見てみようかなと思います。あとは、そうですね、ステージね、かっこよかったですね。やっぱさすがだなと思いました。しかも今回のステージ、日本のテレビ局の中でも結構随一のかっこよさかなと思いました。まあ、カズハのここの真ん中のハートの衣装は、まあ、いいでしょう。許しましょう。はい、とてもフィアレス日本語バージョンかっこよかったです。さすがだなと思いました。まあ、グレープサワーをね、あんだけ言ってるんだったらね、一本で入れてもらってもよかったかなと、まあ思いますけど、まあよかったですね。っていうのと、皆さんこれ、ルセラフィム、まだ去年の5月にデビューして1年経ってないんですよ、このグループ。すごくないですか？なんかね、こう、ルセラ見てると、本当にこの人たちなら世界を取れるんじゃないかっていう、ワクワクしますよね。これからどうなっていくのか、ルセラヒムというね。なんかこの人たちならやってくれそうだなと思います。こう、雰囲気もいいですし、団結してますし、日本でもゴリッゴリにも取り行くんだなと分かりました。この人たちなら世界を取れるんじゃないかなと思いました。あとね、ルセラの中でね、牛タンが流行ってるということで、もう牛タン食べたくなりました。食べたいな、牛タン。まあ、近日中にアダム歌子タンか牛タン食べいきたいなと思います。そしてですね、ルセラフィム福岡のもつ鍋が食べたいということですので、ぜひ福岡にいらした際にはもつ鍋屋さん行ってください。新たなね、BTS が行った前田屋のような、聖地ができると思いますのでですね、はい、ぜひ世界的アーティストになる前に、福岡に来て、もつ鍋を食べてください。以上です。